はい、えー、ここでは、えー、登校拒否の、えー、子供への対応策について、えー、まとめていきます、えー。そもそも、登校拒否と不登校、えー、これ何が違うかというと、まあ、いろんな解釈の仕方があるんですが、えー、私の中では、まあ、ただ学校に行きたくないとか、行けないっていうのが、えー、不登校。で、登校拒否というのは、もう、えーっとですね、精神的に えー、いけなくなっちゃう。つまり、家を出ようと思ったら、えー、体が震え出すとか、こういった状態まで来ると、えー、登校拒否というふうに、えー、私は呼んでいます。で、えー、まず最初に、えー、本当にその子は登校拒否かどうかっていうのを、えー、チェックしてください。これ、チェックの仕方なんですが、まあ、朝、学校に行くかどうかを見ているときに、えー、本当に、えー、家で震え出すとか、 えー、うつ状態になっちゃうとか、要するに、この子ちょっと、えー、やばいなって、えー、思ったら、これは投稿拒否です。えー、まあ普通の不投稿対策をしていても解決はしないと思って、えー、別の方法で、えー、進めていく必要があります。じゃあどういう方法があるかというと、えー、まず最初にやってほしいのが、精神科医に行くことですね。えー、まあ、あの、用語共有。 いわゆる保健室の先生に相談するっていう方法でもいいんですがまあ、えー、ここまで深刻になってしまっていると実際に、えー、精神科医に行って診てもらった方が、えー、いいかと思いますこれはあの命の危険があるので、えー、本当に引きこもりとか、えー、自殺とかそういったことに、えー、発展する可能性もあるので、えー、必ず精神科医に行って一度先生に相談するってことが大事です で、相談して徐々に落ち着いてきたら、いきなり学校に行こうと思うと、またフラッシュバックしてしまう可能性があります。ですので、ここは無理をせずに、フリースクールなどを視野に入れて考えていくようにしましょう。フリースクールというのは、様々な地域から登校拒否の子が集まって、実際に学校のような感じで勉強している施設です。 ここに行くと、出席扱いになるので、進学などには全く影響がないです。ですので、無理に学校に行かずに、こういったところを一度考えてみてください。もう少し詳しい説明を知りたい方は、公式サイトをご覧ください。